方の腕後ろで軽く前後にしてください。フラン、フラン、同じ方向にフラフラ動かして、もう少し続けて腕の勢いに任せて振ります。じゃあその振ってる反応で、ね、今度回してみましょう。片方は前回し、片方は後ろ回しになるはずです。背泳ぎクロールとかになるんですよ。できてますか？自分で気づいてね。動かなかったでしょ今。おかしいでしょ最初ほら、片方前片方後ろ交互にしてたでしょ。これ一回つけたらそのままそれぞれぐるっと回るはず。いつからクロールになります？ご自分で回復してこうやって振ったのいつからクロールになるの？あるいはあれおかしいなって背泳ぎしてた人もいますけどね。これ難しかったでしょう。子供たちは割と簡単にできたかもわかりませんけどね。これね、まあ無理もないのは、普段の生活ではね、両方の腕っていうのは横から前でしか、まあほぼ動かしてないんですよ。後ろへ動かすってなかなかないんですね。で、ね、俺らとか立ってて、わざわざお皿取るとこうやって取らないですよね。調味料がパッとなんかバトンもらうようにはね、こういうふうに後ろに動かしたり回すっていう動作が普段の生活ではなくなってくるので、気がつくと今みたいに動かなくなっちゃうんです。ですから人間は動物、動くものと書きますね。動かないでいると動けないものという恐ろしいものになっちゃいますから、ぜひラジオ体操あるいはみんなの体操を続けていただいて、やはり関節を中心に筋肉をまず伸ばすこと、関節をよく動かして柔軟に保つこと、これをぜひ実行してもらいたいというふうに思いますね。じゃあ子供たち最後遊ぼうか。左の手で鼻をつまめますか？そう。そしたら反対の手は前から、反対ね、右の耳をつまめるかな。あ、左の耳ね。で、2回拍手をしたら、お手玉じゃなくていいです。右手で鼻、左手は前から右の耳。そう。後ろからじゃないですよ。両方耳つまんだりしたらダメですよ。はい、じゃあ拍手2回から、はい。ポン、ポン、パン。はい。ポン、ポン。ちゃんと鼻と耳つまめてますか？腕前が鼻探してる人いますか？早くポンパッポンパッポンパッ、なんか鼻探してる人いますよ。鼻のついてるじゃ変わってないはず。いいよ、わかりました。今皆さんこうやってますよ。鼻はここについてないから、鼻は動いてませんからね。自分の腕を動かしてるんですから巧みに動かしてくださいよ。こういう運動ができなくなりますからね。こういう運動もしっかりやってみてください。はい、じゃあね、ちょっとラジオ体操でね、全身をバランスよく動かしたんですけど、人間の体ね、体の裏側やっぱり使う機会少ないので、今日だいぶ使いました。ちょっと裏側中心によくストレッチしてみますから、まず片方の足どちらでもいいです。かかとを前にポッとついて、足先ちょっと上向けながらね、後ろの足は軽く膝を曲げて、上体を少し前に倒してください。足の裏がちょっと伸ばしましょう。バランス取りながらね。はい、じゃあ今度足を変えます。はい、ゆっくりとスーッと足が、はい、いいでしょう。さあ今度は足を前後、どちらの足が前でも結構です。剣を伸ばすんですけど、年齢とともにやっぱりバランスも悪くに並ぶと当然安定性がちょっとね保てないので、ちょっと開いてもいいんですよ。ただ大事なのは、後ろの足の足先がちゃんとまっすぐ向いてるかどうかなんですね。意外とやっぱりバランスを安定させるということで外側に向ける方がいますね。これでグッと曲げてもね、足の側面は伸びるんですけど、大事なこの剣のところよく伸びないので、なるべく足先はまっすぐに向けた状態で少し重心を前にかけていきましょう。はい、じゃあそのまま軽くストレッチ。はい、じゃあ足を変えて、その時の姿勢が大事ですよ。ちょっと今の姿勢横向いてください。はい、こうやってまっすぐ出てるかどうかね。お尻までポコンと出てる人もいますよ。なるべくまっすぐと、頭から足先かかとまでが一直線になる。はい、じゃあやりましょう。そう、足先ちゃんと前向いてる。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ腕足軽くグラグラと振って、だいぶほぐれましたかね。大丈夫でした？はい、じゃあ最初にやった手首足首柔らかく回してください。さあ肩もだけになってませんか？ちょっと回してみて、はい、足を変えて、
たりゆっくりと、はい、引き上げて下ろして上げて下ろして、よし、前からゆっくりと回しましょう。後ろにぐるっと回して、反対回し、肘で円を描くように回しましょうね。ぐるっと肩の周りをほぐすように、はい、じゃあ手の力を抜いて椅子に回す。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、はい、でしょ。でしたかね、皆さんと一緒に体操ここまでしてまいりましたがね、どうでしょう、今日なんだかんだ言いながら 4、50分体を動かしてましたよ。体操こんな長い時間やる機会そうそうないと思いますけどね、まあここまで長くなってもいいんですけど、ぜひこれからもラジオ体操そしてテレビ体操をご愛顧いただいて、ご自身の健康づくりにぜひお役立ていただきたいと思いますし、今日皆さんとこうして、お知り合いになれたのこれも何かの縁だと思いますのでね、しっかりと最後名前を覚えていただいて、アシスタント稲垣沙織さん、ありがとうございました。そして清水咲さん、原川愛さん、そして最後になりましたが、今日ね、生でピアノを弾いていただきました長和太郎さんです。ありがとうございました。ではね、この後、お楽しみの抽選会等もございますようですからね、お時間がある方、ちょっとその場に、残っていただきたいと思いますんでね、今日は本当に皆さんと一緒に体を動かせて非常に楽しかったです。また来年もね、こういった素晴らしいロケーションで皆さんと一緒に体操できることを願っております。今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。太郎さん、奈良さん、そして稲垣さん、清水さん、原川さんでした。どうぞ、クラッチを送りください。ありがとうございました。はい、なんか体の中に血が巡ってるなっていう感じで気持ちいいじゃないでしょうかね。ぜひ皆さん1日1回やる機会を身につけていただければと思います。さあ、それでは最後にここで横浜市中区町の三上明彦よりご来場の皆様にご挨拶をさせていただきます。はい、皆さんこんにちは、中区町三上です。いやラジオ体操のイメージが変わりましたね。こんなに奥が深いものだと私思いませんでした。で、ピアノの生演奏でラジオ体操をやる、私も57歳ですよ、生まれて初めて、素晴らしいラジオ体操だったと思います。私たち中区は、今年度区民の方の健康づくりを大きな政策テーマにしてますけど、その中でラジオ体操を今まで以上に広めていこうというのが一つの運動で、今日はその大きなイベントでございます。実は区役所の中で職員も、朝、仕事始まる前に全員でラジオ体操をやってます。私は小さいお子さんから高齢者の方もみんなが健康で明るくです、ね、毎日過ごせるような、政策を進めていきたいと思っております。今日を機会にですね、ぜひ皆さん、家庭で地域で職場で、ラジオ体操を頑張ってやっていただければと思っています。本日は本当にこんなに大勢の方集まっていただいてありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。さあ、以上でラジオ体操は終了となります。本当にたくさんの皆様ご参加いただいてありがとうございました。参加していただいた皆様には参加賞があります。後ろになりますけど左右にテーブルがあります。はい、今手挙げていますけどね、あちらの方で参加賞を配らせていただきますので、どうぞ皆様参加賞をお持ちいただいてお帰りいただきたいと思います。ありがとうございました。そして引き続き横浜マラソンチャレンジ力公開抽選会、こちらで行ってまいります。事前に大飛行機で申し込まれたという方は少し前の方にお集まりいただいて少しお待ちください。